はい、お世話になっております宮崎です。お肉をなぜ美味しいと感じるのか、これはね、人間の脳がそれを美味しいって感じてるだけ。一つ目は生理的な美味しさ。疲れた時に甘いもんが食べたくなる、あー美味しいとかね、すごい寒い時に温かいものを食べるとあー美味しいとか、こういう生理的な美味しさ、これがね一つ目です。二つ目はね、経験です。育った環境での美味しさの違いってやつですね。小さい頃からずーっと家に出てきて食べてたものっていうのは美味しいって感じます。異国のもので美味しいとされてるものであっても、経験がないものは美味しいって感じないことがあるんです。これがね、経験による美味しさです。3つ目はね、情報です。周りからの評価だったり、例えばこのお肉はすごく高級だよって言われたら、すごく高級だって思って食べるんですね。すると美味しい、どこそこの有名シェフが作った料理ですって言われた、そういうもので美味しいって感じたり、前情報として入ると美味しさがね変わったりします。4つ目は本能的なものです。人の DNA が本能的にこれを食べたいっていう美味しさです。今回の本題がね、このね4番です。本題はちょっと置いておいて、科学的な美味しさの説明をします。アミノ酸っていうのが美味しさの一つなんですけど、まあ、アミノ酸の説明をするのにタンパク質の説明をしなきゃいけないんで、ちょっとタンパク質のことを言います。タンパク質っていうのは人間の体の 15% から 20% ぐらいを占めてるんですね。水分を除いて、筋肉だったり骨、皮膚、爪、血液のなんかにもタンパク質は含まれてます。人間の体を作ってるのはまあ大体タンパク質だぐらいに思ってもらったらいいんですけど、免疫力を高めたりとか感情のコントロールにもね関わっています。このタンパク質が不足すると免疫力が下がったり病気にかかりやすくなるって言われてます。疲れやすくなったり肌ツヤが悪くなったりするんですね。髪の毛にコシがなくなったりとか、まあ簡単に言うと老化が進んだりするんですね。タンパク質が不足すると。プロテイン取った方がいいっていうのはやっぱりこういうことが理由です。続いてアミノ酸です。このアミノ酸っていうのがね、美味しいって言われる一つの要因です。アミノ酸が結合してできた分子がタンパク質です。これまず覚えておいてください。でアミノ酸っていうのは20個あって、その中でね、必須アミノ酸っていうのがあるんですよ。これ聞いたことあると思うんですけど、必須アミノ酸ってね、9つあるんですよ。この9つは体内で作ることができないんですね、まあ、すなわち食べるしかないっていうやつです。この必須アミノ酸っていうのがお肉にはたくさん含まれてるんです。すなわちお肉は美味しいっていう結論になるんですね、科学的には。でもですよ、植物にもね、すごいタンパク質を持った植物があるんです。ご存知の通り大豆なんです。大豆はすごいタンパク質豊富で、必須アミノ酸もお肉と同等ぐらいです。ということはですよ、科学的に言うと大豆もお肉もどちらも美味しいっていうことです。でもお肉と同様って思う方もいらっしゃるじゃないですか、中にはですよ。でもこれは科学的に言うとどちらもね、美味しいになるんですよ。話が少し戻ってきまして、本能的な美味しさって説明したと思うんですけど、人類ね、ホモサピエンス、そのホモサピエンスは雑食っていうものを手に入れて繁栄してきたんですね。もう何でも食べるっていうもので、今までね、こう繁栄してきたわけです。お肉は動物で、大豆は植物です。まあ人間なのでどっちも食べます。人類が雑食で生きながらえていく過程で、動物は安全な食べ物であり、体を作るすごい食べ物だっていうものを認識するんですね。まあ認識するっていうか、まあ覚えたわけですね。逆に植物全体を見たら、カフェインとかニコチン、毒キノコとか、まあ苦いものとか辛いものとか、まあ人類にとって
危険な植物って結構あるんですね。人類が誕生した時は木の根っことか種子なんかを食べていたって言われてます。そこから知恵が発達して狩りをするようになって動物も食べるようになり、本能的にすごい食べ物だって覚えるんですけど、やっぱ狩りをするには危険が伴うんですよ。動物を狩るには自分もやられてしまうかもしれない。なので動物も植物も両方食べるようになったって言われています。まあすなわちですね、まあ、動物を狩る危険性っていうのはあるけども、お肉は安全な食べ物であり体を作る大切なものなんだっていうことをね知るんです。さらに人類は火っていうものを手に入れるんですよ。お肉を焼くわけです。お肉を焼くとお腹を壊すっていうことがねなくなるんですね。するとお肉はより安全な食べ物に変わるわけですよ。進化の過程でお肉は体を作るすごい食べ物なんだっていうことを覚え、本能的にそれを美味しいって感じるようになったんじゃないかなって僕は思ってます。ちょっと役に話が戻りますけど、メイラード反応って聞いたことあると思うんですよ。お肉を焼くと DMHF っていう物質が出てくるんですね。この DMHF っていう物質は人間の脳に幸せな気持ちをもたらす物質なんですけど、まあお肉を焼いたら、あ、いい香りって思うじゃないですか。あれがメイラード反応なんですけど、僕はね後付けやと思ってるんですよ。インターネット叩いたらメイラード反応って言ったら、お肉を焼いたらすごくいい香りってこう書いてあるんですけど、僕は人類が生きながらえる時に焼いて食べたら安全イコール美味しい、すなわちいい香りになったんだって僕は思ってます。でもまあさっき言いましたように、まあ経験だったり環境だったりでも今は美味しさっていうのは変わってきてるんで、まあお肉食べない家庭だったらやっぱお肉美味しくないって思うし、当然大豆料理を小さい頃からすごく食べたらすごく美味しいって思うし、やっぱり環境だったりっていうのはまあ今はあるのかなって思います。さっき言い忘れましたけど、お肉っていうのはまあ植物に比べて消化吸収能力っていうのがすごく高いんですね。だからそういう昔の人類っていうのはそういうものも知ってたのかなと思ったりもします。はい、町の小さなお肉屋さん、チャンネル登録高評価ポチッとしていただけたら嬉しいです。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。